はい、皆さんありがとうございました。僕、楽しかったです。じゃあ、以上で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。お疲れ様でした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 。ありがとうございます。いや、マジで、まあ、感想を言いますと、本当に俺最初のアセントでマジでちょっとテンパったっていうか、なんかその最初俺しょっぱなつまずいたのね。俺そこでもうなんか全てのリズム崩れて、なんか壁もわけわかんないとこ設置しちゃったりとか、ボールも意味わかんないとこ投げちゃったりとかして、で、あのコメントチラッと見て、で、もうお前のせいで負けたらマジで死ねえよみたいな感じで、まあそれを真に受けて、マジでまあ死には直面してた。でも、まあ、でもそっから、やっぱ2戦目、バインドで、ちょっとその、なんだろう、繁盛がマジで声出ししてくれて、あ、その壁ナイスですとか、そのキルナイスですとか、やっぱね、メンタルゲームだわ、これ。マジで。マジで、俺顔面蒼白だったじゃん、1戦目。あれ、全然演技じゃなくて、ちゃんと俺も、もうここに縄くくって死のうと思ってたから、マジで。マジでよかった。いや、繁盛いいやつだ、マジで。歳は結構離れてるけど、あいつだって20代でしょ。俺、歳あんま分かんないけどさ、鬼屋も繁盛も。正確な歳は知らないけど、多分結構離れてるでしょ。俺も30。俺明日34歳だ。すいません、俺明日誕生日です。あ、繁盛26なの。で、俺、で、あの、3人倒したところが、マジで、あそこで俺復活した、あの、3戦目ぐらいだっけ？あの、バインドの。あそこで、一番いい場所に壁を置いて、で、敵が、もう、あの、格ゲー勢が3人連続で出てきたところを、全部あの、エイムで倒したのよ。全部ヘッショで倒したところがあって、俺、あそこで、あの、マジで、あれがあったおかげで俺戻ってこれた。あそこで全て戻せたわ。マジで、よかった。本当に。その、本当に違う。だんだんプレッシャーが出てくるのよ。この、あの、3戦全部やって、まあ、もともと俺がね、全然ダメだったら多分2戦で終わってただろうし、その2戦目でもう、その、何にもできないまま終わったら、俺本当にツイッチ引退かなみたいな。もう俺、合わせる、みんなに合わせる顔ねえなと思って、ちょっと、もうその、もう本当に引退も視野に入ってた。マジで。で、本当に何よりも、俺を言いたいのは、俺は岸大河さんです。本当に、ちょっと、後で DM も送っておきますが、本当に、岸さんが、あの、教えてくれたところも、の壁も、全然あったし、で、やっぱ基本の立ち回り方、まあ、昼間ね、やっぱお忙しい方なのに、貴重な時間使って、で、今日も、あの、神視点として、僕らのこと見守ってきてくれたんですよ。褒めてくれてたの？岸さん。岸さん褒めてくれてたの？マジで？バラは続けるよ。あ、壁とか褒めてたんだ。よかった。いや、俺コメントで一戦目さ、岸さんがお前のこと死ねって言ってたぞみたいな。岸さん絶望してたぞみたいなの来て、俺それが一番泣きそうだった。俺それでまず一回泣きそうになって、で、もうあの PTSD になるのね。あのみんなも、PTSD のみんなならわかると思うけど、やっぱりその、一度、その、崩れると、もう戻れない。例えばさ、あの、一回仕事で、みんなも会社員の人いるでしょ？一度仕事で上司にぶち切れられたら、もう連鎖するじゃん、ミスとかその、もうやばい動きって。いや、俺はもうその施工管理時代も、それがもうずっとあって、上司に一回詰められて、そしたらもう職人さんにも連鎖的に詰められてみたいな感じで、あの、出ちゃうんだよね、やっぱ。追い詰められちゃうんだよ。それが、でも逆に考えれば、それをみんなが救ってくれたの、本当に。コメントも、なんだろう、加藤さんとか、繁盛とか、まあ、鬼屋も結構ナイスナイス言ってくれて、モコさんもね、みんなが俺を支えてくれて、それで、ほんとにみんなが俺を助けてくれて、そしたらコメントも、なんか、ほんとにちょっと、なんかあったかくなり始めて、2戦目からちょっとコメントも応援してるぞ、みたいな。1戦目はほんと死ねばバカだったけど、なんか2戦目からなんかもう、ちょっとずつ、言うとその、頑張れよ、みたいな。その壁良かったぞとか、ナイスとか、グッドゲームとか言ってくれて、おかげで俺も、本当にみんなに救われた、俺。俺一人だったら多分死んでたわ、そのまま。マジで。一人だったら死んでた。いや、からの、
からの、あの、要は1戦目負けたけど、2戦3戦のパール、うん、バインドパールで勝って、それは泣くだろ、そんな。もう甲子園だよ、こんな。甲子園の土持って、バラランドの土、バインドの土持って帰ろうぜ、もう。うん。マジで。マジで。うん、バインドの土持って帰るわ、俺。マジで気持ちよかった。うん。マジで練習が、でも練習の成果出たところあった、壁の配置とか、うん。マジで練習の成果は決して練習は裏切らない。努力は裏切りません。うん。でも3割は出せたと思ってる、俺、正直。あの、やる前言ってたじゃん、俺。練習の3割出せればいいと言ってたじゃん。3割出せた、俺は。うん。マジで。うん。3割出せた。こっから遊戯王、こっから遊戯王はやばいだろ。なんで、俺、バロランド続けるよ、ありがとう。じゃあ、遊戯王やります。てん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